もなけらるさまで体だけ満たしてVielleicht ist natürlich so, dass wir uns heute oder zum Spiel allgemein. そこにスペースがある。そうですね。早いボレーで、いやー決まりました。最後は古橋か。そうですね。ニアに飛び込んだ。この前半の終了間際セットプレーでゴールを取りました。いい時間帯ですね。あ、最初大崎ですかね。そうです。試合中お話ししましたけども、はい、先制点の持つ意味合いっていうのは本当に高いですし、はい、ダメージは清水は大きいかなと思いますね。
拍手が起こります。ノエビアスタジアム神戸、前半の終了間際、まあ、イニエスタのその空間をうまくついたパスワークからコーナーキック取って、そこからコーナーキックで古橋というね。オフィシャルグローブキャンピングパートナーは中尾オフィス、トップパートナーはルートインホテル。そうイオン、今ってあれですか、新宮センターサービスイエスポーツ。カルリーノス、エウシーニョが行きましたが、今度は奪って古橋、さあスペースが前にある、古橋運ぶ、古橋斜めに入れる、ドーグラスの足、ドーグラスの長い足が届きました。いやゴールキーパーの前でよく触りましたね、ドーグラス。2対0。イエスタのパスから坂井、クロスを入れる、ドーグラス、ポスト、古橋、古橋今日2点目、ドーグラスのシュートはポスト、最後は古橋です。バウド、ここで笛が鳴りました。久々にノエスタにお客さんが入って、まあ、制限付きでしたけども、お客さん入っての試合いかがでしたでしょうか。いや、そうですね、まあ、無観客に比べると本当にやっぱりこう拍手であったり、サポーターの皆さんの歓声というのが少しずつ聞こえてきて、まあ、自分たちもすごくそれに後押しされた感覚というのがあったし、内容として全体を振り返ってもらっていいですか。まあ、前半は少し難しい展開になりましたけど、まあ、ああいった形で前半の最後のゴールを決めて終わることができて、で後半も自分たちが先制して、流れとしてはまあ良かったと思います、ね。まあ、あとは最後のああいった失点であったりとか、自分たちのこう緩くなってしまう時間帯っていうのをまあとにかく減らして、周りで声をかけながら集中してゼロで終われるような試合をお見せできたらなと思いました。また来週すぐに、アウェーセレッソでまたホームに持ってきてガンバとの戦いになりますけども、そちらの意気込みをまた聞かせてください。いや、もうこれはもうダービーなんで、もう負けられない戦いですし、まあ、こう連戦というのは本当に言い訳にならないので、もう一度しっかりチームでみんなで、まあ、各々しっかり休んで、次のゲームに、まあ、セレッソ戦だけを考えて次に向かいたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。